いいっすよ。ひまちゃんはカレー好きっすか？カレー好きだけどね、ゲロ入っちゃう。おいっす、ゲロ入っちゃう。うん。え、なんで？なぜですか？僕なんでアレルギーかな。あー、食べるのやめたらいいってことっすか？じゃあかもしれない。甘口でもダメっすか？星の王子様ならいけるけどね。わ、なんすか星の王子様って。ちょっと初耳なんですけど。え、星の王子様っていうさ、俺知らない？はいはいはい、カレー。え、それあ、そ、彼氏の話ですか？え、どうですか？カレーの話カレーの話ですよね。彼氏が星の王子様が欲しいとか、そういうどういう意味ですか？彼氏はいません。彼女もいません。いません。あ、カレーで。カレーで何言ってんだ、てめえ。おい、すいません、違います。カレーで星の王子様っていうのが、うん、あるってことなんですね。え、カレー？え、カレーで星の王子様っていうのがあるってことなんですか？そう、あのパッケージで。カレー、そうなんだ。カレーでパッケージが、はいはいはい、カレー、ちょっと待って。カレーのパッケージが、はいはい、カレーパッケージ王子様っていうタイトルであるんだよね。あ、そう、あ、これか。あ、かわいいやつだ。あ、ググりました、見つけました、そいつ。そうあ、それがあって、はいはい、かわいいっすね、これね。そう、それが甘いから多分いけるのかなっていう。あー、まあかなり、まあちょっとでもお子ちゃま寄りのカレーなのかなってちょっと思ったりしますね。そうだから、アンパンマンカレーとかなら食べれるんだけど、もうインドやらないナマステ系カレーはもう全然食べれない。美味しいのに。そう、美味しいんだろう。おすすめしたいですね。